やっぱりね、あれがおかしいんですよ。やっぱし。これは何回やってもそうなんですけど、多分 Wi-Fi がおかしい。困っちゃうな。ザイ、ジャンボさん、ザイ。知ってるってだけで歌える自信がないの。そして、どれぐらいで出すかな。キーがわかんないんだよな。だってのことじゃくじけない僕は君と共にある。週末改札の向こう、君が同性の輝き。ざれ言なんて無視しなよ。二度は日和見なんだしょうがない。60兆の細胞をかける君の快感を見せてくれ。新しい扉の前で一人で寂しくないから、いっそ痛いなんて思ってるのかな。それでも君が好きだよ。どんなに汚れたり泣いても隠したい過去があっても、あの日を見ると相手のことじゃ砕けない僕は君と共に。最前列でておふるよ。隣一等星の笑顔にないものだってねだりだよ。君は貪欲なんてしょうがない。60兆の細胞をかける君の危うさを生かしてくれ。ここ身につけてた君のクリームのエプロンドレス、ああ恋のため息を季節を越えて、どれだけ君を脱がせて画面にキスしてみても、ただ交わらない目ごめん。上で歌えばいいのか。歌えばいいのか。これ上で無理だな、無理だな。思った以上に君の目は獲物であるような鋭い目つきだ。思った以上にその方は裏も表も症状を極めてた。やっと君に会えたのに、離されるまで時が100倍速だ。触りたい触りたいよ、もう一度君のやばい手のひらに。新しい扉の前で一人で寂しくないから、いっそ知りたいなんて思ってる。どんなに汚れた未来でも構わないからね。僕はここだよ。どんなに小さな存在でも君が犯した過ちに刺し殺されてしまっても、めっちゃ低い、びっくりした。って感じの曲。
って感じで、うーって感じの曲でした。泣いた湧いた、泣いた湧いた、泣いた湧いた、知らん歌、嘘、ボカロですね。ボカロ大好きだったんだよ、ほんとずっと歌ってた。本当にね、みんなが思ってるよりね、すごい歌ってた。15歳じゃないのにこの曲を歌うという、みんなが知ってる曲じゃない。二次元オタクしてたけど、僕からだけハマる。嘘、夢見る15、24歳が歌う、しんど、現実現実しんどいな、しんどいな、俺も、なんか他に知ってる曲ありますか？知ってる曲ある？みんなもうね、みんなが知ってる曲は歌い尽くした気がする。
普段どんな曲歌ってんだよって話だよね。どんな曲歌ってんだって話だ。地下のアイドルもさっぱりわかん。地下アイドルとか地上アイドルわかんない。でもメンバー AKB さんとか知らない。あと何だろう、普段歌う曲。普段あんまなんかみんなが知ってるような曲多分歌わないんだよな。バンドジャパンの曲入ってないからさ歌えないんだよね。あー、夜明けバーニューデイズだけあれ歌えないんだよな。難しい。普段の選曲やばいよ多分。なっちゃんこんばんざーい。かけちゃんやっほー。明日の名古屋来てくれる人募集中してるの今歌いながら。マスクがないのよ。普段何歌ってる。アンジの曲はいい曲ばっかだった。いやほんとそう。いやマジでいい曲しかなかった。明日は一日お仕事。大須の方はですねなんと9時ぐらいからなのでちょっと来てほしいなの気持ち。初恋サイドも歌っちゃった。なんだろうね、歌ってんの普段。ファンサ、めっちゃ難しくない。イワキングこんばんざい、こんばんざい。オールドソングの方が好き。普段どういうこと。歌ってるのノリ。これはソロライブのが好きなの。こういうバイオリンとか、シックな感じが好きで歌おうかなって思ったんだけど、なんかその時気分じゃなくてやめたんだよね。なんか選曲の中で何曲か出すんだけど、その時にあーって決めた中でいつも決めるから、この間のいつだっけ、私がおばさんになっても歌った時はそういう気分だったって思ってもらったら、いつもそういう気分っていう感じで歌うを決める。全然今日は下手くそだった。全然練習してないから。脳症炸裂ガールをどうやったらうまく歌えるのかっていうのをさ教えてほしい。それだけが今日悔しいな。ボカロ早口
難しいね。この曲あるんだ。え、普段歌ってる曲、では全部メイがバレてしまう。安原メイがバレてしまうな、これだと。なん、あー、どうしようかね。いや、きついな、どうしようかな。普段の選曲を見せられないアイドルだった。しんど。キュートの曲とか最高。いや、なんか知ってる曲を、みんなが知ってる曲を歌いたいんだけど難しいな。みんな何の曲を聴くんですか。めいちゃんのカラオケ配信初めて聞いた。嘘、これはまだ歌っても大丈夫。これはまだ歌えるな。ミオ山崎さんとかよく聞きます。さよならは引き止めてあて、大丈夫は大丈夫なくて、もういいは全然良くなくて、そのままの私でいいって言って。 VK ABC とか歌声好き、ありがとう。守ることを幸せとした。姉ちゃんと目見て話したらきっと伝わるよ。気がしてるんだよ。面倒くさい、怖い、嫌いでも好きよ。たまに歌う。いつだって一人で抱えるあなた、ただ見守るしかできない私。力になりたいと思うのに、どうすればいいのかわからない。繰り返して壊すれたらきっと誰かがまた傷つくから、傷に傷を重ねたのは忘れる。分かってくれるの、めいちゃんと島田くん。本当？ブラックチェリーとか歌ってたよ。歌ってるよ。結構歌うよ。ここでは歌えないけど。こんばんじゃい、素敵。どういう曲か皆さん調べてください。音で決めるから、いつも。これなんだろう。ありがとうございます、キンシさん。ここではちょっと歌わないかな。
ちょっとは明るい曲にしよう。4時起きなので寝ます。おやすみおやすみ。なんだろうな、夜に浮かんでいたクラゲのような月が出たバスケの背を覗けばあの夏の君が頭にいる。だけ曲を歌いたいのに。明るい曲、わかんないんだけど、モーニング娘。とかしか歌えない。あー、 ABC は眠り姫が大好きだったからな。モーニング、何がいいですか？シュガーソングとビターステップ、あー、歌ってたね。また早口おやすみ、森政さん、こんにちは。モーニング、メイの好きな曲。
ちゃって恋愛を。あーラットね。最高ですか。ガキさんがガキさん好きだったよ。すごいピエン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 。はや、さっきなんだっけ、シュガーソング飛び出してる。モーニング好きなんだよね、もうずっと好き。もうなんだろう、全盛期、常全盛期って感じ。シュガーソング歌えないんだよ多分。あんのかな、あるんかい。昔歌ったっけめ、これ歌ったっけ。
ってる曲が一つもなくビビってる。それはビビりだ。もう一回ハロハロ歌うんだ。競争にも慣れてこんな日常を平和と見間違う。ラブリーコースター揺さぶられながら見失えないものは何だ。平等政権に主義の概念に飲まれて心までがまるでエトセトラ。大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ人形とさせて変わらないし。愛を今街を行く人だったり、まあ嬉しそうだったり、寂しそうだったり、コントラストか、五線譜を飛び回り、歌とリズムになるバカレード、アンシュランソン、ビーズ、アンドピカスで、甘くて苦くて、がまわりそうです。年齢制を目指して、パーティーを続け、世界中を驚かせてしまう夜に、あっという表情。難しい。改善性功利主義の制度にもまるで僕らの音楽は通になるだが、こっちを向いてよ背を向いて吐いてよ、それも正論にならないけど、あんまつり場や血のその後で高ぶかないまでにと泣き出してしまうと多分言葉にしようものなら自説で極まれる最高だってシュガーソング。知れない理由をそこに映し出せ、欲しかったって遅くて安心だろくさいけど、東大的予報のアップデート終わった。心配なら、しんどい。夜中に歌う曲じゃない。うえ、知ってる曲が出てきてよかった。たまにしか歌わないからね。諦めないで。だってこっから「サムデイ」って入るんでしょ。多分同じだろうってとこに入る。僕たちは僕たちたらしまる証明にな Feeling さあくなったように踊りましょう。だって録画とか残ってたらもう怖いもん。もう私なんか自分のプレイリストを見られると性格が丸分かりじゃないですか。もう恥ずかしくてしょうがない。恥ずかしくなっちゃうね。はじゅおはじゅおはじゅおはじゅ。共有しようや。ボカロはでも歌ってますよ。ボカロとかが多いかな基本的には。愛されていたのは君じゃなくて僕自身さ。懐かしい曲ばか出てくる。幸せを運ぶ青い鳥、羽がもければただの鳥、騙され上手に騙す方、同じ枠なら笑いましょう。天使が笑う頃に通行自慢でお涙ちょうだい。懐かしい曲しか頭に浮かばない。やっとまともなメイクになってミンケツイートができそう。かわいいツイートにしてって。あ、こうやってすぐ変顔しちゃうから。青春の時に聴いてた曲が一番強い。青春時代何聴いてただろう。いろいろ聴いてたよ。お母さんの影響で関ジャニ∞も聴いてたし、関ジャニ∞が多かったかも、そういう意味では。あとなぜか一時期氷川きよしも聴いてた。あと
チェッカーズ。そう、完全に割と歌います。素材がいいから可愛く撮れなくても可愛い夏に。氷川きよしとか古いやつとドラゴンボールしかわかんない。氷川きよしは一見っていう曲がめっちゃいい曲なんで聴いてください。あと愛知万博の曲もよかった。チュン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 、どこきよし、口を結んで一文字、いつか必ずふるさとへ。地震？嘘だ。なう？え、嘘だ。揺れてないよ、一個も。あ、揺れてるわ。揺れてんのかな？暖房？あ、揺れてんのか。え、わかんない。チェッカーズいいよね。チェッカーズ好きだよ。 Oh my Julia、甘ぎ声、震度1、震度、あ、絶対これでしょ。揺れてないよ、私の。地震で、うっさ、どこですか、震源地。酔っ払ってる。いや、全然わかんなかった。え、わかんない。湯沢良くん40、全然全然。千葉大丈夫かな。寝てそう、もう。夜桜おしち歌おう。夜桜おしちは歌えるよ。だってソロで歌ったもん。桜桜、いつまでたってもこの人と。え、夜桜おしちあるんかい。東京にバンザイジャパン社が週末いないなんて。え、結構じゃない、世の中って。そう、シロね、これやった、ソロライブやった時の新曲で1曲目から出しました。どんな振りだったのか教えてください。フリップストールこいつ言って、それでこうやってやってた。知らない。本当に知らないの1番とラスサビしか歌ってないから分かんないけど、リアルにこれはソロライブで歌いました。ソロの演目にあります。音源もちゃんと持ってる。2番は知らない。ワンマンライブがで
一番最初に披露してソロで、でその後にソロライブやった時にも披露して、その時はワンハーフって言って1番とあの大サビだけだったから、まあ、演目もたくさんあるしねにしてたから、うん、で実際に夜桜を弾きはすごいねあれですよ、大事な曲。あと何だっけ、あの津軽海峡冬景色もワンマンライブでやった、祭りと祭りだ祭りだ祭りだってやつ、それはもう歌えないな、祭りは歌えないけど津軽海峡を歌えるんじゃないかな。演歌好きなんだよね、もともと聞くのは、歌うのは難しいからあれだけど、演歌は聞くのが好きです。でワンマンライブをきっかけに、なんか演歌を皆さんにも身近に感じてもらいたいなって思って、なんか普段のアイドル曲じゃなくて演歌から選ぼうと思って行き着いたのが夜桜お七だった。その初めて聞く人もなんだろう、分かりやすいっていうか、なんだろう、楽しめる曲にしようと思って、まあ、演歌では珍しいこうアップテンポな切り替わりのある曲を選ぼうと思って夜桜お七を選曲したところはある。そうそうそう、お七やりましたよね、懐かしい。もう全然やってないけど、またソロライブやるときはやろうかな。置いてけぼりを蹴飛ばして、駆け出す指に血が滲む。そう、演歌が私はちっちゃい頃から身近にあったからだからかな。ワンマンはもうかっこよかった、もう記憶ないけど、メイはえめぐりをつけてくれてたのは覚えてるよちゃんと。そんな感じかな。安原が普段歌ってる曲はあんま歌ってないですけど、まあでもカラオケは好きです、すごく。普段行ったら何を歌うんだろうかね、あんま記憶はないんですけど、カラオケ行きたくなってきた。カラオケ行きたいね、普通のカラオケがしたい。これだと歌えないかな。脳症炸裂、脳症のやつをもう一回ね再挑戦したい。今なら無理かな。いや今は無理だな。カラオケもちっちゃい時から行ってる、お母さんがとか家族で行くことが多かった。めっちゃ水飲んでた。就職できない不条理、図書物紛失、妄想デュラ、前方注意画面、北海道でもいいけどマカロン食べたい。諸行無常のリリズムに合わせてワンツーステップ、女子よく上げればゆるは装飾、愛されたもので相応性ありそうだ。ええとも就職できない無義理ゲーム、面接バックで交渉喫煙センス、ルルルルルル、ダメでした、ダメでした。またいつか再挑戦しますね。水分補給で間に合わなくなるの、あるあるすぎる。じゃあ歌わないけど普段はこっちじゃない方を歌ってる。歌おうか。夜中だから許されるかな。許されない、許される、許されないね。一応アイドル、アイドルもクソもないですけど。そうそうそう、そっちの方を歌ってます。こっちの方は歌い慣れてる、こっちは歌わないの普段だから歌いづらいんだと思う。あと夏メロを歌うかな、よく。
年下の男の子とかセーラー服を脱がさないでとか、そういう昔の曲だから、私がおばさんになってももうすごい好きだったから歌ったし、次やるならセーラー服を脱がさないでかな。あの曲好きだよ、めっちゃかわいい、いいところが出てる、すごく。胸の中にあるもの、いつてて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 、それはそばにいること、いつも思い出して、てて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 て。みーちゃん歌ってないけど夢待ちでコラボやった。そう。あ、昔実はバンザイジャパンファーストワンマンライブの時のセットリストにあるんですよ。セーラー服を流さないで。セーラー服をポッとトゥトゥルトゥトゥ抜かさないで、トゥトゥルトゥトゥトゥ我慢なさって、トゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥ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 ってやつやってました。実は昔やったんでしょ、バンザイジャパン。意外でしょ。もうみんなの知ってる曲はないかな。あとはある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 けど、怖すぎて多分わからない人の方が多い、曲の方が多いと思う。でも選曲もさ年々変わるじゃん。怖くはないよ、怖い曲は一個もない。こういう曲とか、コアコア、こういう曲とか、こういう曲ばっか聴いてます。クリップハイプはめっちゃ好き。を聴く時もあれば、どちゃくそに可愛い曲を歌う。っていう曲部を聴いてます、普段は。なん聴く曲は基本的にこういう歌詞とかがリアルな曲
が好き、基本的には。いろんな曲を聴くんだけど、あのファーストで聴いてみて、あこの曲好きって思ったら撮るし、そういう感じで生きてるんですけど、基本的には。最近好きな曲は、あでも明るい曲も好きだよ。ね、なんだったっけあれは、金木星っていう、あのクジラっていう人の曲があるんですけど、その人の曲めっちゃ綺麗キラキラしてて好きとか、まあ、ヨルシカさんも好きだし、あと誰が好きかな、なんかそういうなんか YouTube とかでたまたま見つけた曲、最近は本当に何者ばっか聴いてる。何者って知ってる？歌えないんだけどさ、絶対歌えない。あるかな、あこっちじゃないな、多分これじゃないわ。私あなたに会えて本当に嬉しいのに、あないわ多分。メイの好きな曲、ちょっと何者って曲があるんですけど、僕らはどこ行こうかって、階段の途中で確かな言葉を出されて、呼吸を揃えて始めまして、そんで愛されたのなら大歓迎、繰り返し迎え遠く向こうへ。大翻訳者で移動して、あるかな。あ、ないですね。ちょっと何者って調べたら出てくるんで、ちょっと YouTube で聞いてみてください。明日頑張ります名古屋。だから僕は音楽をやめた。主題歌で聞くこともあれば、いや本当に、なんかたまにおすすめとかでさ YouTube で出てくるじゃん曲。それをパッて流したら、あいい曲じゃんと思って入れる時もあるし、あとはなんかこうみんなの評価を聞いて、あいいんだなとか思ったりとかする時もあるし、だからなんか本当に物とか場合によるかな。基本的には可愛い曲も好きなんだよ、キラキラした曲。例えばだけど、あれはなんていう曲なんだろう、一時期めっちゃ聴いてた曲があってさ、なんて曲だった、曲名を思い出せない、なんて曲だったっけ、めちゃめちゃ好きだったんだけど曲名をね覚えられないの。誰の曲とかも覚えられないの、曲で覚えるから本当にそれが本当に良くないのよ。あだからでも私も彼女にしたいならとかはめっちゃ好きですよ。こんな私でもいいなら今日からよろしくね。でもやっぱ全盛期ってなるとさ、高校の時とかはそういう曲よりかはアイドルが多かったかな。モーニング娘。とかそれこそいろんな人の影響でジャニーズとかも聴いてたし、だから全然男性曲の方が歌ってた。昔声出なかったからさ、男の人の曲でカウントダウンとかの、あの MV が流れるじゃん、それで好きになったのがあの眠り姫とか、あの ABC の眠り姫とかかな。なんかそういう曲の節々とかで
こうね曲のなんか聴いた曲を覚えて、ああの曲いいなって言って探してみたいな。ゆったんこんばんざい、こんばんざい。さあもう明日からね名古屋遠征なのにこんな長々と配信しようって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まだ1時ぐらい、2時にはなってないはずなんだけど、私の予想。なうありがとう、あよかった1時半結構配信したな。マジか、まだ名古屋のパッキングは1個も終わってません。今ねすごい綺麗な状態でキャリーケースが開いている。まあでもそんなに大変ではないからね。名古屋到着まで配信しよう。大変だよ、死んじゃう。永遠に配信しなきゃいけない。あでも今度24時間配信できたらいいなって思ってるんで一人でしんどいかな。企画を永遠に考え続けなければいけない。荷造り配信、いや荷造りはね配信しながらやると絶対に集中できないから、もう絶対に終わらせてからやるって決めてるの。もうでもねもうここに衣装も用意してるから大丈夫。あやばいリップついた、オムレツ、いいや、衣装も用意してあるから大丈夫。24時間ちょっといつかできたらいいなと思っております。じゃあそろそろ終わろうかな。久々のカラオケ配信でした。またお時間ある方はぜひ明日もよろしくお願いします。おつめちゃん、おつめちゃん、バイバーイ。じゃあ明日は名古屋でライブがあるので来れる方来てくれたら嬉しいです。待ってます。おつめちゃんお疲れ様でした。おやすみなさい。以上バンザイジャパン石川県電動シーリーダーの SR メイでした。まだねフットワーク軽い方はねぜひ名古屋お待ちしてるのでぜひ来てください。オフ会もあるよ、待ってる。バイバイ。おやすみ。